This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。工業省は食のソフトパワーを使いコミュニティの活性化を目指しています。政府は特殊詐欺に注意するよう警告しています。産業投資が2023年には回復する見込みです。それではまず初めのニュースです。工業省は食のソフトパワーを使いコミュニティの活性化を目指しています。工業省産業振興局は地方の食品産業の可能性を探り発展させるため地元の原材料を使った食のソフトパワー政策を進めています。食に携わる起業家の知識やビジネススキルを向上させ、創造性と地元の食の知恵と近代的な技術を組み合わせた新しいメニューの開発にも取り組んでいます。これらの活動は全国22カ所のコミュニティで試験的に実施され、優れたコミュニティシェフを誕生させ2500万バーツの経済効果が期待されています。ラタポン事務次官は、工業省はビジネスの成功、社会的ケア、環境保全からなる4つの次元での成功に向けて様々な取り組みを実施していると述べています。これらはすべて地方への平等な所得分配、草の根経済活動の促進、生活の質の向上を目指すものです。工業省はタイの知名度を上げたタイのソフトパワーを推進し、地方コミュニティの活性化を進めています。タイのソフトパワーはフード、フィルム、ファッションデザイン、ファイト、フェスティバルの5つからなっています。国の発展を推進し経済的価値を高めるためのツールとして様々な形で利用されています。特にタイ料理は創造的経済発展のための15の産業のうちの一つであり、知的な創造性の活用に役立っています。タイ料理の魅力は世界中から外国人観光客を引きつけ、独特の味わいがその牽引役となっています。草の根経済を力強く成長させ、国の創造的経済を安定、繁栄、持続可能なものへと導くための重要な力となっています。産業振興局バイノイ局長は、草の根経済を強化するための支援に注力していると述べています。例えば食のソフトパワーディープロムプロジェクトによるメニュー開発で伝統的な地元の食材に付加価値を生み出しています。アイデンティティを意識し、食品産業や農産物加工産業における起業家の育成にも努めています。また地元の食品をもっと美味しく料理するために、コミュニティシェフやトップシェフなどの食の専門家とともにコンテンツの作成や適切な技術革新も進めています。各地域の優れた食品を開発し、市場の機会を拡大するとともに、料理だけではなく盛り付けなどの技術も向上させています。伝統的な郷土料理の魅力を生かしながら現代的な技術を組み合わせ、22品以上の優れたメニューが開発され、コミュニティメニューへと成長することを目指しています。
また、ローカルフードのその起源や背景のストーリーも合わせて伝え、各コミュニティの看板料理になるべく価値を付加しています。これまで、チャラブリー県、ノンヤンツア村の赤ワインステーキ、ナコナヨック県、ターサイ郡、バンディアン村のマンダパーチリペースト、ナコンシータマラート県、クロムロック郡のミアンダーラーハーブ、サザンアーモンド、ソンクラー県、バーンチュンポン村のクワフワノットチキンカレーなどが誕生しています。さらに材料、流通、観光名所など、様々な側面から地域のネットワーク作りも支援しています。リープロムコミュニティグレートメニュープロジェクトは、全国22カ所のコミュニティで試験的に実施されてきました。今後、全国を対象に多様な可能性を秘めたコミュニティを検索し、プロジェクトに参加させる計画です。資源、知恵、地域文化と融合する新技術を導入することで、可能性を高め、地方の事業を拡大していきます。食の専門家、トップシェフを発掘し、このプロジェクトに参加させることで得た知識やノウハウを地域の次世代を担う若者たちへと伝え、伝統的な郷土料理を地域のための美味しいメニューへと変身させていきます。これは食の産業における地域産業の一斉モデルとなり、その成果は全国の地域へと広げられ、雇用の創出、キャリア形成、地域の収入アップにつなげていきたいとしています。次のニュースです。政府は特殊詐欺に注意するよう警告しています。政府職員や親戚、縁者などを装って電話をかけるなどし、相手を信用させ、指定した貯金口座に振り込ませるなどの特殊詐欺は、タイでも増加傾向にあります。最近もテレビのニュースキャスターの女性が国土局職員と名乗る者による特殊詐欺で100万バーツ以上を失いました。これを受け、トライスリー政府副報道官はこのほど、政府機関が一般市民に直接連絡することは政府の方針にはないと述べ、通常は政府機関から個人に電話などがかかってくることはないと説明しました。特殊詐欺では一般市民との関わりがありそうな国土局、関税局、事業開発局などの政府機関の関係者を装って個人情報を聞き出したりするケースが多いとしています。このほか警察官、電気、水道などのライフラインに関係する職員、配送業者などを装って携帯電話のショートメッセージなどで接触してくる特殊詐欺も少なくありません。女性ニュースキャスターは国土局の職員と名乗る者の指示通りにスマホにアプリをインストールしたところ、このアプリを通じた遠隔操作によって銀行口座から大金を勝手に引き出されたと語っています。次のニュースです。産業投資が2023年には回復する見込みです。ラチャダ政府副報道官はタイ投資委員会からの報告を紹介し、タイにおける産業回復は期待できるとし、特に電子機器、加工食品、電気自動車の2023年1月から6月までの投資額は3644億2000万バーツだったことを明らかにし、投資促進策の成功を反映していると述べています。ラチャダ副報道官によりますと、2023年上半期の投資申請件数は前の年の同じ時期と比較し、プロジェクト数、投資額ともに増加しました。外国からの投資では、中国、シンガポール、日本がトップ3となっています。政府は電気自動車、関連部品、充電ステーションなどの生産を加速させており、タイを ASEAN 地域における電気自動車の生産主要拠点にする方針です。現在、投資総額339億7000万バーツ、年間生産能力27万6640台の電気自動車メーカー14社が創業しています。タイの自動車産業は発展を続け、世界有数の自動車輸出国に成長しました。特に電気自動車生産への移行を進めており、国内市場を刺激するために、電気自動車の購入には補助金を支給するなどを実施しています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。
工業省は食のソフトパワーを使い、コミュニティの活性化を目指しています。政府は特殊詐欺に注意するよう警告しています。産業投資が2023年には回復する見込みです。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.